エリリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日もあなたの愛の妖精、本日6本目、エリリンがお送りするエリリンリム。ハッシー疲れたぞ。今日12本いくから。はい、半分です。頑張りましょう。はい、はい、今日は先生のツイッターで、うん、最近レジノールについていろいろ書いてあるなと思ったので。そうですね、レジノール流行ってるから、うん、今日はそれについて動画で残しておきたいなと思って持ってきました。そうそう、最近美容に詳しい人とか美容好きな人っていうのが、まあ、レチノールっていう物質があるってことを知って、しかもまあレチノールっていうので肌が変わるっていうことも知って、でもなんかそうするとなんかレチノール問答無用にすごいみたいな、なんかそういう流れになっていて、いやいやいやって、やっぱりね、物は使いようですよっていうのがあるので、まあ、そこをお伝えしようかなと思っています。うん、そもそもレチノールって何ですか？レチノールっていうのは、まあ、もうちょっと皆さんが理解できる言葉かな、馴染みやすい言葉に直すと、まあ、ビタミン A になります。このビタミン A がお肌に作用すると、まあ、どういう作用があるかっていうと、お肌のターンオーバーというのをまずどんどん早くしてくれる効果があります。それによってお肌がどんどん新しい肌に変わっていく、その作用でいろいろとお肌自体が変わっていく、そしてハリを出してくれる、コラーゲンとかも生やしてくれるよとか、そういうハリに対して貢献する作用もある。そして皮脂分泌を抑制する作用もあるので、ニキビの人にはいいよとか、そんなような作用があるものだと思ってください。2つ目、うん、A 反応についての誤解。うん、レチノールを使うと A 反応、通称ビタミン A だからその A をもじってだと思うんですけれども、 A 反応と我々が、まあ、称している反応が起こることがあります。具体的には赤みが出る、それからターンオーバーがどんどん早くなっていくので皮がむけてくる、そして人によってはちょっとかゆい感じ、ひどい場合は痒いをちょっと越して痛がゆいぐらいまでなる人もいる、そして乾燥する、こういったことが起こります。でこれを A 反応というふうに言うんですけれども、ちょっと誤解されているなと思うのは、 A 反応が出るから効果があるみたいな感じで言われていることがあります。で A 反応を抑えてしまうと逆に効果がなくなってしまう、だから乾燥しても保湿しないでどんどん乾燥させた方がいいっていうのがあるんですけれども、それはちょっと誤解かなというふうに思っています。で実際私はレチノールを使っている患者さんには、例えばなるべく A 反応を抑えてあげるような、例えば保湿剤とかね、いろいろな指導っていうのをしているんですけれども、その見た目に見える赤み、皮むけ、かゆみ、乾燥、これを抑えてあげたからって言って効果がなくなったっていう人はいないんですよね。だから A 反応を抑えてもちゃんと効果はありますよということを皆さんに知ってもらいたいなと思います。3つ目、うん、レチノールでシミを改善する。レチノールでシミは改善はします。でもやっぱり改善効果は皆さんが期待しているよりは弱いと私は思っているんです。改善はするんですよ。ただまっさらになるかっていうと、やっぱりレチノールはそれだけでは不十分だと私は思っています。なんでかというと、まあ、レチノールっていうのはターンオーバーをどん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 早くしていってくれることによって、皮膚の中のシミとかくすみの元になっているメラニンっていうのがそのターンオーバーの回転の中で吐き出されていくということなので、それによってシミは確かに薄くはなるんですよね。ただレチノールが働きかけられないところっていうのがあって、それはメラノサイトというメラニン顆粒を作る親玉がメラノサイトの中でメラニン顆粒を作るさまざまなステップ、それからメラニンを放出する。メラニンって実は2つの色があります。簡単に言うと黒っぽいやつと黄色っぽいやついます。でこの黒っぽいやつが多いとシミとして見えますという中で、このメラノサイトからいろんなステップを踏んで黒いメラニンという粒になるまでのさまざまなステップっていうのをレチノールではストップさせることができないんですよね。よく言う美白剤っていうのは、この美白剤はここのステップをブロックします、この美白剤はここのステップをブロックしますっていうのがいろいろ分かっていて、なのでそういうのを複合するとよりシミに対しては効果があると思っているので、私はレチノールを使うんであればそれとはセットで美白剤を使ってあげる
っていうことが必要かなと最近思っています。化学剤って具体的に何が先生いいと思ってますか？あのね、やっぱり効果だけで言ったら最強なのはやっぱりハイドロキノンなわけですよ。ただしハイドロキノンの難しいところっていうのはやっぱり使い続けてしまうとお肌にとっての副作用っていうのが指摘されている。でハイドロキノンアレルギーというのは結構見ます。だいたい感覚的には100人に1人ぐらいは見るんじゃないのかなと思うんですよね。だからアレルギーを起こしてしまったらもう使えなくなってしまうのがハイドロキノンなんですけれども、100人に1人ぐらいの確率ってかなり高い方なんですよね。あとはあんまり私は見たことないですけれども、海外の報告だと高濃度のハイドロキノンを長期間使うことによって白斑といって色が抜けてしまうようなこと、逆に色が色素沈着を起こしてしまうようなことっていうのも報告されています。で、あとはこれ人間の世界ではまだ言われていないんですけれども、あくまでまあ動物実験で、まあ、高濃度に使った場合の話なんですけれども、動物実験上は発がん性があるかもしれないということも言われていて、そういう意味でハイドロキノン最強の美白剤なんですけれども、まあ、日本は非常に高濃度で配合されることはなかったから、表立ったトラブルは少ないと思うんですけれども、海外特にアフリカとかかなでは非常に高濃度で処方されたことによって、まあ、トラブルっていうのが指摘されて、で国によってはハイドロキノンの使用っていうのを禁止している国とかがヨーロッパとかでもねあったりしたりするので、なかなかハイドロキノンっていうのが今の日本では使ってもいいですよとか、今そんなに日本でトラブルはすごいたくさんあるわけではないので、まあ、日本人の肌にとっては今のところ許されている成分なんですけれども、じゃあ今後10年後20年後どうなっていくかっていうとちょっと分かんないなっていうところがハイドロキノンにはあります。でそういう中で私はじゃあ次のハイドロキノンに勝ちうる美白剤っていうのを探しているわけですよ。これがねまた難しくって、今お気に入りなのはシステアミン、まあ製剤で言えばシスペラっていうのを使ってるんですけれども、あれはさっき言ったメラノサイトからメラニン化瘤ができるまでのさまざまなステップ、結構ね何個も何個もブロックしてくれるんですよね。だから面白いなというふうには思っています。それ以外には注目しているのアゼライン酸でも、やっぱりちょっとハイドロキノンよりは効果が弱いのかもしれないっていうのがあったりとかで、まあ現在開発中だからはっきりしたことは言えないけど、いろんな世界中の成分を使ってはどうだろうっていうのは考えてたりします。でもねなかなかこうまだこれだよねっていうネクスト美白剤には出会えてないので、もうこれ2年ぐらい探してますね。はい、そんな感じです。4つ目、うん、まあ、じゃあ今どうするのがベストですか？今はとりあえずやっぱりレチノール使うのはいいと思う。レチノールで効果があることをやって、レチノール使うことによって例えば余分な角質層が薄くなることによってさまざまな他のスキンケア製品の成分入りやすくなると思うし、それから、ターンオーバーによって今もうあるシミが吐き出されるっていうのはあると思うんですよね。だからもう一歩いい美白剤を加えるのが私はいいと思っているので、今私が自宅で使っているものはシステアミンの入ったシスペラ、それからビタミン C は使ってますよねとか、ハイドロキノンはちょっとしばらくお休みしてます。使ってもいいんだけどね、本当にシミ困ってきたなと思ったら使ってもいいんですけれども、なんかこうあとは試作品とかやりながらやってます。皆さんも、もちろん今の時点ではハイドロキノン禁止されてるわけでもないし、ハイドロキノンアレルギーでなければ使っていただいてもいいと思うんですけれども、そうですね、自分に合ったものを見つけていただけるといいんじゃないのかなと思っております。以上になります。はい、はい、熱い回でした。そうだって、これ私2年ぐらい探しに探してるんですもんそれね、そう、はい、世界中を探して見つからないだからないんだよ。また見つかり次第報告をしたいと思いますので、皆さんお楽しみに。見つかり次第ご報告できないよね。見つかって製品化できたらいいよね。それそうだ、それはそうだ。それまではもう絶対。製品が出るのを皆さん楽しみに。この業界本当ね、なんか厳しいからね。本当に絶対一番になるとかそういう戦いをしてますね。しばらくはこうです。はい。頑張ってもらいたいと思います。はい。はい。では皆さん。